照明がね、なんかこっちもつける。そうだね、こっちもつけるか、ね、もう開けちゃっていいですかね。初めて開けてもいいですよ。それでいいですよ。目をこうして、初めて開けてもいいですよ。それでいいですよ。もうちょっと遅れてあれなんだ。だいぶ遅れるんですよね、これ。ね、遅れてるんですね。はい、はずき光栄さん。虹、虹の入るですね。虹に映る、映画の映画です、ね。はい。有名なはずき光栄さんって。いや、有名ですよ。あれ、有名な葉月光栄さんが映ってないけどね。こっちにすればいいのか。こんにちは。はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。佐藤光郎です。今日はですね、高島亮さんからですね。こんにちは。こんにちは、高島さん。ありがとうございます。小林正観先生の、師範代の高島亮さんからですね、葉月光栄さんをちょっと紹介していただきまして、はい、今日初めてお会いする。そうですね。僕は本屋さんとかで葉月光栄さんというこのタグって言います、あれ。作家名書いてある。なので、お名前をもう、ありがとうございます。ごめんなさい、どんな本なのかがちょっとまだ分かってなかったので、はいはいはい、で今日お会いした葉月さんは、著者累計がまず200万部。そうですね。はい。200万部ですよ、皆さん。神様とのおしゃべりが20万部だから10冊分ですよ。すごい。ただ分厚さで言えば神様とのおしゃべりちょっと買って、買った。それは買ってない。いい勝負かもしれない。いい勝負ね。あれ結構分厚い方なんだけど、おかしいな。いい勝負ってすごいですね。はい、神様とのおしゃべりと一緒に分厚いですね。200万部っていうことすごいですね。まあ、累計200万部で、まあ、今、91冊かな、ね、かなんか、商業出版で、はい、出させていただいております。怖いほど売れてるって書いてない。書いてないです。書いてないですか。僕のせいです。シュさん。クーラー的なもんなんですね。そうですね。すみません。超わがままで、窓閉めろって言ったり、クーラーかけろって言ったり、初対面とは思えない。皆さんですね、これで今日なんでこれが僕が、今172名が見てくれてますけど、皆さん今日ですね、なんでこれをやってるかっていうと、お昼から今日、葉月光栄さんとお会いさせていただいて、で、お昼のランチを食べながら、この佐藤光郎の誕生日さえ言えば、佐藤光郎というものが何なのかが全部わかる先生で、数秘術という。数秘術。はい。はい、数秘術ってなんとなくこう聞くことが多いですけども、葉月先生は、数秘術を独自に、改良されて、りょうさん合ってます?そうですね。両方聞いた。まあ、全然そんな感じです。数秘術はいろいろカバラから始まり、めちゃくちゃ世界にあるのを、独自に。そうですね。両さんによると、余計なものを全部剥ぎ落とし、削ぎ落としたせい、おかげで。僕によると、僕そう言った。言ってましたよ。言ってました。削ぎ落としたからみんながわかりやすいと。で僕もさっきやってもらったらわかりやすくて、うん、1時間半ぐらいみんなでランチして、そうですよね、1時間ぐらいランチしてる中で、もう最終的には僕もこの人は3だから、なんだっけ、3だからお茶目とか、なんだっけ、33だから変態だとか、なんか、11個ぐらい数字を覚えれば、なんかその人の性格がわかるっつんで、で、僕としては別に、今日そのまま帰ってもよかったんですけども、皆様のような者どもにも、やっぱりこの情報を、ね、水平展開しといた方が、いいんじゃないかなってこと。葉月さんみんな知ってる、ここ見てください。高島さんが嬉しいですね。高島さんの考えがまずいっぱいいる。ありがとうございます。あ、ここにコメントだらけで。葉月光栄さん、こんばんは。葉月さん、みんな知ってる。ルパンの人だって。正解。そう、そういう認識なんですね。
みっちゃんに、はずきさんに、高島さん、濃い。そうですね。僕も今、髭剃ってきたばっかりです。濃いでしょう。濃いんですよ。みつろうさんの本は私のバイブルです。おこの人いい人だから、この人のコメントを。出るんですよ、はい。で、この人のコメントが今見た中で一番良かったんで、固定にさせてもらいました。みんなバイブルに入ります。いいコメント、この人いいコメントですよ。浜口正彦さん。素晴らしい。素晴らしいです。あ、私33ですと、ほら入ってきてますよ。もう、はい、もう分かってる人。素晴らしいですね、やっぱりね。なので、まあ、佐藤光郎の読者の皆さんはちょっと分からないと思うんですね、数秘術が。僕がそもそもそういうことを今まで発信したことがないので、だから分からないと思うんですけども、今日は多分数秘術って世界中にあまたありますけども、その中でも一番分かりやすくて、一番シンプルで、で、一番ズバズバと当たると有名な葉月光栄先生に、もう偶然、ちょっともうすれ違ったような感じで今会えたので、すれ違った時に僕は胸つかんで、お願いします、すれ違わないでくださいって言って、YouTube を撮らせてもらってるっていう次第なんですよ。あ、みつろうさんは天才ですって言うの来たら、ここにしとこう。間違いないです。みつろうさん本当天才ですよ。そう、いいのがずっと残るのね。あ、以前鑑定していただきました。超当たりますってありました。あ、先生鑑定を普段されてる。いや、今はもう全然やってないです。あ、要するに、最初はやってたけど、もう今、雲の上をしてる。いや、そんなことない。なかなかもう庶民どもにはできないんですけど、今日は特別に僕ランチ無料でやってもらったんです。庶民どもにはやれない鑑定を、僕のようなアブダビ出身のですね、このアラブの王様になると。石が近づく。アラブの王様なんですね。ごめんなさい。あ、りょうさん、これにしましょう。りょうちゃんも天才って。開口。あ、開口さん。開口さん。開口さん。お久しぶりです。じゃあ、これにしましょう。はい、おかげ前で来てくれました。あ、椅子でやった。うん、あの時は本当、そうなんです。今日の話したらしいですよ。しない方がいいんですよ。今日の話って言います。あ、今日の話はまた話しましょうか。はい、またにした。ということで、今僕たちはですね、はい、まあ日本のどこかからお送りしてますけども、はい、じゃあ皆さんにちょっと葉月光栄先生をもう、大体もう前段は分かったと思うので、どれほどすごいかというのを、佐藤光郎の誕生日をちょっと今お伝えして、それによって、佐藤光郎がどういう性格で、今がどうで、これからどうなるみたいな、全部なんか分かるんですよ。すごいですね。誕生日バレたくない人ですよ、一番。全部バレるんですよ。じゃあ、葉月先生、よろしくお願いします。はい。かしこまりました。じゃあ、まず私、佐藤光郎という、はい、まず偽名で、はい、活動しまして。あのね、名前はね、数秘、名前で見る人もいるんですよ。ほうほうほう。名前をアルファベットに置き換えて、それをまた数字で置き換えて、はい、それで名前で出すっていう、そういう見方も確かにあるんですよ。ああ、でも大したことないやつらですよね。いや、そんなことないです。そんなでもあんまり大したことないやつらで。そんなことないですけど、ただ、やっぱり、全部アルファベットに置き換えるんで、はい、日本人の場合って難しいじゃないですか。難しい。アルファベット表記で。そこはやめた方がいいですね。誕生日で行きましょう。だから僕はもうそれはもう一切やってないんですよ。皆さん、僕の1980年6月30日。あ、ちょっと近いですね。そろそろ僕、誕生日ですよ。皆さん、覚えてた方がいいです。はい。りょうさん、今誕生日を、誕生日に Amazon に欲しいものリストっていうのをやっとけば、そこからみんなが送ってくれる制度ができたりしてました。そうなの？できてるんですよ。だから今こういう、推しって言うじゃないですか。自分の推しの文化ができてきたから、Amazon も考えて、Amazon に僕が、しかも僕の名前もバレない、住所もバレないで、僕が欲しいものリストをこうやって Amazon に並べとけば、ファンの方がそれを買ってくれるっていう。まだやったことないし、やって誰も買ってくれなかったからどうしようっていうこの怖さでやってないんですけど。じゃあ今もうその第一声をね。でも、はい、でもないんですけど、やってないんですけど。これ、ちょっと言ってもいいですか？あ、ごめんなさい。そうです。まあ、この6月30日じゃないです。はい、6月30日。もうすぐじゃないですか。もうすぐ。マイク・タイソンと同じですよ、皆さん。先ほど先生に話したんだけど、僕人生で。僕、今まで生まれて、6月30日って、僕と同じ誕生日の人に5人ぐらいしか会ったことなくて、で、みんな結構バンバン会うじゃないですか、同じ誕生日。よかったですか？僕はね、僕もあんまり会ったことないですよ。同じよ。何ですか？まあでも、11月。でも、5名以上会ってますよね。いや、会ったことないな。ここにないから。僕、ほんとなくて、だからマイク・タイソンぐらいしか僕知らないです、ほんとに。で、これが不思議で先生、7月1日結構会うんです。で、6月29日も結構会うけど、なるほど。ここ、なんか交尾ができなかったのかぐらいな、なんか、世界の流れが交尾を許さなかったかぐらいの、そのくらいの本当あるんです、先生。一つのね、考え方としては、やっぱりその、まあ、12月31日と1月1日ぐらいの違いで、その、やっぱり、どっちか選べるんだったら、もうこっちにしちゃおうみたいな部分はすごくあるかもしれない。
で、あの要は例えがちょっと分かんなくて、大晦日とかで紅白見るか、1日に元旦かだと、みんなどっちかを選ぶみたいな感じです。そうそう。ただその中で言うと、その6月30日ってちょうどほら、半年の期限でしょ。もうぴったり。ね。はい、だから、それだったら、なんか30日じゃなくて、もう新しいその、下半期の、なるほど。にしようみたいな。どうせだったみたいな。そういう意識はあるかもしれない。周りくどくディスられてません。わかりますかね。もうあの大晦日だと1年の終わり、終わりとか30日の半年終わり、終わりより始めるということですよね。はい、そうでも僕は終わりを選んできました、ね。生まれながらに終わってるという認識でよろしいですか、ね、そんなことはない。そんなことないですかね。で、これがね、はい、その、まあ、みつろさんの参照比で見る、その、はい、先生、ポイントはまず足し算すればよろしいでしょうか。そうです。ね、皆さん全部を足します。まあ、数字がこう4つ今並んでるんですけど、3993って並んでるんですけど、この、まあ、4つがすごく大事な数字なんですね。そうです。3993。ここが数比術で大事だと。そうです。で、それぞれがこれが過去、現在、未来を表す。今4つありますけど。4つあるんだけど、これ基本過去、現在、未来ね。この塊で皆さん見ます。ここが過去、ここが現在、ここが未来です。はい。で、まあ、数比術的に言うと、はい、宿命数、運命数、指名数。はい、ちょっと難しいですね。はい、宿命、運命、使命。で、これは天命なんです。最後のさ。天命、はい。はい。だから、宿命はもともと自分が持って生まれたもの。僕が生まれながらに僕は3という宿命を持ってる。そうです。はい、もうその3という、こう、なんですか、基本データっていうか、はいはい、なんか生まれてくる前に最初の武器を一つ持ってるみたいな感じ。僕が最初に保持した武器が3。そうそうそう。はい、そういうふうに考えてもらってる。はい、で、9っていうのは、も、はい、それも持って生まれてるんだけども、はい、その、ある程度経験を積まないと使えない2番目の武器。はい、はい、わかりました。でも、この2つは基本持ってるというふうに考えてます、はい。生まれながらに渡された武器、ここが頑張って手に入れる武器。そうそうそう、はい。で、こちらの武器。で、この武器は、この3つ目の武器は、要は、これから、チャレンジしていく。はい。これをゲットするために、今回の人生が生まれた。ああ、なるほど。これをゲットするために、今回ロールプレインゲームを教えて。そうそうそう。ちょっと先生、皆様多分置いてこもりになっていて。まずですね、この3つの出し方ですけども、まず、198063全部を足します。はい、全部を足したら27に先生になったんですね。そうです。で、27っていうのもまだ2桁なんで、2と7を足します。すると9になります。そうです。皆さんの数字を全部足していって、生年月日のね、生年月日を足していって、で、二桁になったら、それを一桁まで持ってきます。ただ、ここで特別ルールがありまして、11になった人、22になった人、33になった人だけは、霊合星人みたいな感じで、仏家族さんが言う。もうどうしようもない人たちということで、ここは特別に、どうしようもないことですよ。ここまでも特別です。それ以外は、12とかだったら1と2足して3ですし、全部のもう一回言いますね。西暦、月、日まで全部を足して、で、二桁になりますよ、大体。二桁になったら、2と7を足して9にします。で、僕はこの9なんですけど、これが先生どこに行きますか？これが、真ん中の、この真ん中ですね。じゃあ、すべての誕生日を足した合計値がど真ん中に行きます。要するに、現在、手に入れ、頑張って努力して手に入れる武器が真ん中。で、先生、じゃあ、一番最初の武器は、生まれた日です。生まれた日。僕はですね、30日に皆さん生まれてるので、3と0を足せばいいですか、先生？そうです。3と0。じゃあ、ここには、33日の人はいないから、33はないんです、ね。ないです。で、22日はあるし、11もある。じゃあ、そうです。ここは皆さん、日付、皆さんが生まれた、まあ、皆様のような者どもが生まれた日付を、一桁までしていくのが、一番最初に来ますね。合ってます。そうです。合ってます。で、この、先生、9は、最後の。はい。最後の9は月日です。月プラス日。生まれた月。僕は6月30なんで、6と3と0。ね。あ、0まで、あ、すいません。で、9です。9。ついてこれてますか、皆さん。大丈夫？はい。足し算できるかな？足し算できるかな？この3つがすごく大事なんですよ。ちょっと今、皆さん簡単に手、ね、手の前でやってみましょう。皆さん。ぜひね、自分の。やってみましょう。だいたい皆さん、1912年とかに生まれてると思うんですけど。1912。いや、もう大丈夫。はい、対戦前です。僕のファンストすごいんですか？おばちゃんしかいないですか？1912を足すんですよ、まず皆さんね。そしたら1912、僕の母親っていうんですか？1941年なんで、1941だから、0で、44で1941。15ね。15。15です。1941の4月22。23だ。23。そしたら23だったんですよ、今。そしたら23っていうのは、ゾロ目じゃないので、2と3も足します。で、5になります。
で、この5っていう全部のトータルがど真ん中にいます。これもう一回言います。このど真ん中は努力して手に入れる武器です、皆さん。で、じゃあ一番前、ここは努力しないでももう生まれながらに持たされている武器っていうふうに僕昼間習いました。で、これは日付の2桁を足せばいい。1桁の人は1桁がそのまま来ます。ここに来ます。僕は、まあ、3が来ますね。3と0で。で、一番最後、根性っていうんですかね。この世界に生まれてきた目的、ね、これから手に入れたい武器が一番最後に来るけど、これは月と火を足す。そうです。こうやって3つの今、武器で分ける。これが分かりやすくて、ここ、努力しないでも生まれながらに持たされてるから、努力しないでできる才能なんですって、ここがね、皆さん。で、ここは努力しないとできない才能。で、ここは掴み取りたい才能みたいな感じになってますかね。合ってます。で、先生、まあ、もう僕の例で言ってた方がいいんで、はい、3、僕3が来てますね。はい。3は僕は努力しないでももう生まれながらにできちゃってる。もうできちゃってる。多分3はあの美少年だと思います。生まれながらにできてる。3は先生何でしょうか?3 はですね、これね、永遠の子供です。永遠の子供ですね。ずっと子供。大人になれない人。僕は生まれながらに、少年だから、ね、はい、子供。生まれながらに持ってる武器は永遠のピーターパン。ピーターパンも持ってます。永遠に子供。子供。あれさっきごめんなさい、先生、お茶目とか言ってませんでした。エンタメです。あ、基本的に。3をお持ちの皆さん。3はエンタメですって、エンターテインメント。だから人を喜ばせたり、ね、笑わせたり。笑わせたり。で、楽しませる。はい。その、いわゆるその、3ってこう、ね、3の数字って、これが3になるんですよね。形ですね。ああ、すごいわかりやすい。卵がパパッと割れたみたいな。だから何かを生み出す。クリエイティビティ。そういう意味なんですね。そうそうそう、卵が割れた。割れた。クリエイティビティ。パカッと、うん。だから、その新しい命を生み出すっていうことにももちろんなるし、はい、そのなんか創造性とか、はい、躍動感とか、はい、元気、明るい、無邪気みたいな。はい、そういうのがもっともっともっと生まれた質なんですよ。で、これが今日昼僕楽しかったのが、僕はもうこれを努力しないでいいんですって。要するにもう生まれながらに持たされてるあの武器、才能だから、僕は人を喜ばせたり笑わせたりすることに対してノン努力でできるんですって。すごいでしょ。だ俺のようなものは俺のようなものはノン努力で人を笑わせれる。でも本当ですね。あとですね。で、これが先生、ところが真ん中にもしも3がある人だったら、努力してどうにか3を掴み取るっていう、ね。そうですね。で、あの、もともと素地はあるんだけども、結局それをこう、ちょっと磨かないといけないってことかな。なるほど。うん。その、ちょっと苦労してでも手に入れるっていうことでよろしいですか。磨いていって初めてそれをこう獲得するっていう。この例えが僕分かりやすかったんです、うん。努力しないで得た武器が最初にあって、真ん中の武器が努力しなきゃ得られないってい。で、最後の武器が先生。最後の武器はもうそこに目指す、その二つの武器を持ってそのゴールを目指すっていうのが今回の人生の一応シナリオなんですよ。で、僕が昼間聞いてですね、一番楽しかったこと言います、皆さん。このくらいの先生になる。なんか今日このくらいって言うんですかこのくらいのクラスの先生になると、200万部ぐらいの、僕20万部ですけど、200万部ぐらいの先生になると、皆さん、なんと、一部上場企業の役員、CEO の誕生日が全部あの公開義務がありますから、株式で。株式公開義務を利用して、このくらいの先生になると、全一部上場企業の社長の誕生日を足してみたんですって。調べてみたら、一番多かったのが1日生まれらしくて、で、これも本当にナンバーワンを表す数値。そうです。で、次に多かったのが10日生まれ。これも1と0を足して、結局1になるんです。そうです。先ほど言ったんですけど、はい、日付が一番前に来ます。要するに生まれながらに何もせずに持っている。だ 1の数を持ってる人はもう帝王数というか。まあそうですね。あの、ナンバーワンリーダーの数字。リーダーの数字を持ってる人たちが本当になってたんです。で、だからこれ、要するに努力してどうも、例えばホリエモンとか真ん中。おぉりょうさんは33という数字を持っていて。ごめんなさい、皆さん。ごめんなさいの意味が多分わからないと思うんですけど、33はやっぱちょっと特殊らしくて。シャンパンが開けましたね、今シャンパン。だから真ん中、例えばホリエモンとか努力して僕あの社長になったと思ってるんですけど、はい、その場合は真ん中は1になる可能性が高いと思うんです。そうですね。見たことはないですけど。ホリエモンはね、確かね。大体でいいです。まあそんな感じ。まあ、概念としては。そんな感じです。はい。だから、一郎が違うと思うんですけど、一番最初になったら、努力型の、あの、天才だったら真ん中に来ている。全くその通りです。ちょっと皆さん分かりやすいですよね、うん。一番最初に僕は3が来てます。生まれながらに笑わせることはできます。見てください、髪型。笑わせるために今日来てるんですよ。この生まれながらにもう、お前、枠でどこだよみたいになってるんでしょ。すごいでしょ、これ。こんなの生まれながらの才能ですけど、皆さんが今から努力してももう無理なんです。あ、まあ、まあ、頑張れ、署名みたいな。で、2番目が、頑張って手に入れる。はい。はい、じゃあ、それを踏まえてくれて、いろいろと教えてください。僕はどう、
ね、まあ、それで、その、399って言って、まあ、9がこう2つ、こうダブってるじゃないですか。はい、これすごい特徴的なんですよ。なるほど。だってダブってるってなかなか。そうなんです。で、しかも、その、水尾さんの場合ね、天命数も3だから。天命数という言葉がちょっとわかりづらくて、未来で手に入れる武器でいいですか。ってね、これはね、まあ、宇宙からこう降りてくるお役目みたいな感じ。そうそう。まあ、未来、まだ3だよ。司令官がお前はこれをやれみたいな。そう、そうそう、それはね、このね、三つができていて初めてやってくる、なんかこう、なんだろう、ゲームで言うと、もうなんか裏ステージみたいな感じ。うん、ここをクリアしてないとそこはいかない。いかない。だからね、ここができてる人はね、僕の中でもほとんどいないですね。あ、じゃいないんですね。はい。じゃあ僕絶対できてない自信あるからいい。それは分かんないけど、このね、だからそういう意味だとの点名数っていうのは わざわざちょっと小さくして、スラッシュしてるんですよ。あ、なるほど、わかる。これも隠れキャラみたいなもんなんで、基本この3つでいい。あれキリストとかってことですか？そのくらい。すごい。ガンジーとか。まあ、そうね。まあ、そういうレベルかな。わかんないけど。は、もう持ってる数字で、まあそこ僕たち庶民には関係ない。皆さんには一番関係ないですよね。だから、そこはいいとして、はい、じゃあ、はい、まあ、基本はだからこの2つをがすごく大事。3つですね。まあ、3つなんですけども、この、まず最初の宿命数と運命数のこの2つをちゃんとやれてないと、当然使命にはたどり着かないんですよ。え、ちょっと待って、やれてないとって言うけど、最初のは何もしないでだって思う。そう、できる。これはできる。これはもうだから、できる。要するに真ん中がポイントですよね。真ん中がポイントです。そういう意味ではね。だからこの2つをうまく使いながら、ゴールを目指すっていうのが人生のゲームなんですよ。楽しい。わかりやすいね。こんなゲームしてるって思わなかったでしょ。俺も思わなかった。まさかそんなゲームさせられてたなんてね。それってね、みんな生まれる前に自分で決めてきてるんですよ、そのゲーム。まあ、皆さんも忘れてるでしょう。僕は明確に覚えてますよ。3を持っていくっつって。6月30日に行くっつって、僕は。で、結局その、水野さんの特徴で言えば、3はさっき言った子供の数字なんです。無邪気な。もう要は エンターテインメント。エンターテインメント。で、やっぱりもう、基本的に3番の人ってのはやっぱり笑顔がすごい特徴なんです。もう笑ってたら大概何でも許されるって人なんですよ。ちょっとごめんなさい。初めては外れたかった。いや、普段あんまり笑顔じゃない。全然普段笑ってないですもん。なんていうか。今このカメラの前だから、お金のために仕方なく笑ってるっていう面はすごいあるんですけど、普段僕スーパーとかでも不愛想で有名だし。それがね、はい、それが、だから、多分、自分の武器を、なんていうかな。使えてない。使えてないっていうか。生まれながらに戻されてる。そうそうそう。なんか使えてない。使えてないんだ。そう。努力しないで使えるはずの武器も使えてない。っていうかね、僕いきなり一番目からじゃダメじゃん。それがね、あまりにもね、当たり前になっちゃってるから、もうなんか意識しないっていうか、もうそんなことはもうしなくていいんじゃないかっていうふうにな、多分なってるんだと思う。あ、いや、笑顔本当ないですよ、そういう人結構多いんですよ、宿命数でも。いや、本当は絶対できるんだけども。笑顔ができるってことですか？もうそれでもう大概許される人なんですよ。笑顔っていうか、ふざけてればいいってことですかね、お茶目。ふざけてるってわけじゃないけど、もうそういうセンスがもう最初から備わってるから、なんか、何言っても面白いでしょみたいな感じになるんですよ。僕のようなものは、何を言っても笑われるんですね。っていうか、自分で笑う。あ、自分で笑う。自分で笑うし、もちろん笑ってもらえるし、要は、いるだけで本当にバカなのむっていう。まあ、いわゆるムードメーカーの数字なんですよ。じゃあ、これが3で。それが3で。で、それと正反対にあるのが9なんですよ。え？じゃあ僕なんかすごい矛盾した性格になってますね。そう。ちょっと二重人格。二重、ちょっとじゃないですよね。ええ。大人と子供がもう両極端であるって感じなんですよ。先生、9というのは僕昼間先生に説明していただいたのは、はい、頭がでっかちで足が細いみたいな感じらしいんですけど、その形で見るらしくて。そうなんですよ。で、って言われた瞬間僕、じゃあ6めっちゃ安定してねって言ったんですけど、6はだって足がもうがっちりしていて頭が軽いみたいな感じですもんね。そうですね。まあじゃあ僕の9から先生ですもんね。はい、9は、はい。9は、基本的に1から9の最後の数字なんで、そうですね。1から9のね、はい。で、9って1と8足しても9だし、2と7足しても8だし、3と6足しても8だし、あ、9だし、はい、4と5足しても9でしょ。だから9の数字に全部の他の数字の要素が入ってるんですよ。おー、なるほど。っていうふうに数字では見るんですね。足し算して、その出した数字が、その、全部持ってる数字だから、だから9って一番全部できるんだけども、まあ、言い方を変えると特徴がないっていうか。ああ、広く薄く何でもできるタイプだ。そうですね。これは合ってる。合ってて、まあ、僕はドラム、ピアノ、ギター、はい、まあ、ある程度楽器全部できるんですけど、ね、逆に言えば、いや、何もできないんですよ。だから、ピアノをずっとやってる人から見たらピアノ超下手だし、ドラムずっとやってる人から見たらドラム別に下手だし、
だから、全部ができるってことは結局何もできないってことだから。まあまあまあ、まあ、いや、まあそうなんです。まあそういうことじゃない。まあそういう、あのね、なんで楽器やってるかっていうのすごい3なんですよ。3。3ってやっぱりね、楽器とかね、スポーツとか、ダンスとか、はい、そういう、本当にエンタメ系のものを必ずなんか一つはみんな持ってます。その表現手段。3の人は、ね、はい。で、9はそれを、いわゆるそのみんなに分かち合うっていう数字なんですね。1から9のまとめ役、アンカーの数字だから、はいはい、その、本当にまとめていくっていうか、きちんと形にしていくっていうか、まあ9は完結の数字、はい、完全、調和数とも言うんですけども、はいはい、そういうこう、全部をまとめて、まあ表現していく、みんなに還元していくっていうような数字。うんはい、まあ、一番大人の数字ですから。はいこれはでも努力しないと僕は掴み取れない。だから先生逆に9が一番最初に来る人は努力しないでも、みんなをまとめれる。そうそうそう。そういうことです。で、僕は努力してどうにかみんなにシェアできる。そうそうそう。そういうことです。はい、だから、すごくその子供の部分と、シンプルに言うとね、すごい子供の部分とすごい大人の部分と両方ありますねって感じなんですよ。だから、ムンクの叫びみたいなこと。はい。どうすりゃいい自己矛盾を抱えてますよね。そうね。この、だってそうじゃないですか。一番遠いんですから、もう。そうね。はい、で、しかも。どうすりゃいいのってやつ。そう、絶対こうなって、あれどうすりゃいいのだってもう私ど、ここで苦しんでるの僕ですから、間で。で、しかも、はい、ここに9があるから、9はある程度できてるはずなんです、絶対。あ、2つ持ってるから。そうそうそう、はい。要はできてる数字と、まあ、どっちかというと苦手っていうか、これからチャレンジしようとする数字が同じなんですよ。だから皆さん、ちょっと覚えておけばいいで、ここはこれからチャレンジする数字って今、新しい概念、はい。じゃあ、それで合ってるんですか？そうです。はい。生まれながらに持たされて、ノン努力でできる、努力すれば持てる数字で、ここはこれから、うん、この今回の人生の、まあ、なんつうか、課題っていうか、ね、テーマっていうか、これを、なんつうか、ね、今回の人生で、チャレンジしてきた。チャレンジしてきた。じゃあ、僕ちょっと不思議で、はい、持ってる武器にチャレンジ中ってことですか？そう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 。ほぼほぼここにメガネかけて、メガネ。メガネここでメガネどこって言ってるような。そう。これ今ちょっと話したけど、僕、これ皆さん知ってます。これすごいほくろなんです。これ。つかみほくろって言って。まあ、ただの血豆なんですけど。まあ、ごめんなさい。話してます。今、びっくりしたの、自分でも。これは、つまみほくろとか。これは、つまみの、はい。これ違うと思います。違う。自然、ライオさんと乾杯。乾杯、乾杯、乾杯。すみません。もう、はい。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 今、うまい。どうなんですか、今。え、どうですか。すごい。開いたんですよ。いただきます。いただきます。あ、これ先生にいただいてます。いただきます。なので、なんかやっぱりすごいね、はい、自己矛盾を抱えるんですよ。できてるのにできてないみたいな。で、先生、それで言えば、ここでも矛盾してますから、もう本当に文句ですよね。子供であり大人っていう自己矛盾をまずここで抱えていて、で、できている、メガネあるのにメガネないって探してるんですから、僕なんて。だいぶめんどくさいんですよ、だから。だいぶめんどくさい。だいぶめんどくさい。先生、やっぱり今まで 何千人と人を何万人かな、はい、見てきて、はい、何万人と見てきて、やっぱ399とかで見た瞬間、はい、こいつめんどくさって思っちゃう。あ、思いますね。お邪魔してます、今日は。めんどくさいと思ったから、もう、かれこれ7時間ぐらい。付き合いますけど。いや、だいぶめんどくさいって思うんですね。わかるんですね。わかります。はい。そうなんですよ。で、結局、旧の人は、やっぱり世のため、人のためにみんなに尽くしたい。みんなが喜ぶのが自分の喜び。そんなんかいいこと今ありましたね。もちろんですよ。だから自分の喜びよりも人の喜びを優先するっていうのは旧なんですよ。でも、3は、もう、私見て、私見て、子供だからね。自分しか考えない。自分のことだけ。自分が楽しければ全部いいみたいなのが子供だから。はいはい、そこでも、すごい自己矛盾しますよ、ね。みんなのためにやりたいんだけど、でも3を持ってる。持ってる武器は、自分が楽しむ武器です。そうです。でもみんなのためにやる武器を手に入れようとしていて。そうです、そうです。だから、まあ、みつろさんの場合で言うと、その本当に自分が楽しむことによって、結果、人をちゃんと楽しませてるっていうのを、ちゃんと認識した方がいい。ああ、それを認識すると両方の武器を持っていたってことになるんですか？そうです。それが両方使える。自分が何よりも楽しんでいて、それが人にこうシェアされていって、人を喜ばせるっていう Q まで繋がれば、二つの武器を持っていた。そうです、そうです。でもこの9は努力の武器なので、はい、僕が自分を楽しむことを忘れてしまうと、ここを努力して探しちゃう。素晴らしい。さすが。さすがなの。素晴らしい。本当その通りです。リオさんのシャンパンが優雅。皆さんの飲み方が優雅。本当にその通り。
それはね、結構みんな落ちるところなんですよ。9番持ってる人は。あ、じゃあ僕落ちってるかもしれない。うん、なんかやっぱりもっと楽しませないととか、もっと分かち合わないととか、もっとその人のためにっていうふうになるんですよ。もう本当、でも生まれながらに、これごめんなさい、皆さん嘘じゃないんで。ここにいる人たち笑ったけど、超失礼だよね。じゃあ僕本当でも、本当に生まれながらになんかこう、笑ってた。僕だってアルコール飲んでないもんだって。いや、生まれながらに本当人でも なんか本当でもわかります。そうでしょ。勝手に世のために、人のために、なんかしなきゃっていうのが、どっかに固定、なんか共感みたいな。絶対あると思います。外に出たらなんかゴミとか拾わなきゃみたいな。うん、絶対あると思います。基本いい人です、ね。基本本当、だから僕、家から出たら本当ゴミ袋一杯分ぐらいやっぱ拾っちゃって。で、そうすると、はいはい、一番いい。一応ごめんなさい、嘘です、全部。ごめんなさい、拾って、一回も。ゴミ袋をかけらを見てないでしょ。一回も。でもね、ハートは本当にそうなんですよ。ハートはそう。本当に、先生、本当にそう。ハートはそうなんです。やりたい気持ちあるけど、やらないから余計に来る、今、文句なんですよ、僕。でもね、それをやると、その3の一番良さがやっぱ消えちゃうんですよ。だから、いや、本当、どうしようもない人間じゃないですか。どうしようもない。どうしようもない。今、矛と盾を持ってる、僕なんて、世界最強の矛と、世界最強の矛と。この矛と盾、どっちが強いみたいな、毎日バカみたいにやってさ、お前、今日は矛がだった、今日はお前、チップでバーだったもん。大変ですね。ややこしいやつですね、先生。でも、それを、そういうふうに自分でちゃんとシナリオを書いてきたっていうふうに、理解することがすごく大事なことなんですよ。僕も生まれる前にややこしい人生を送りたいと。そうそうそう。そういうこと、そういうこと。あの頃に戻れたら、ほんとぶっ殺しますよね。いやいや、それがね、みんな書いてきてるんですよ、それを。で、みんなだって、この人じゃなくて、楽に11とかなんか楽なんですよ。いや、そう、別に。それはね、楽な数字とかいうのはないです、別に。特徴ですね、全て。特徴。それぞれの個性ですからね。はい。全部の。どの数字が良くて、よく聞かれるんですけど、どの数字が良いとか悪いとか、それは本当にない。特徴ですよね。特徴だから。でも別に、特徴っていうのは、例えば、その人が持っている他との違いであって、それを良いと捉えるか悪いと捉えるかっていうのはもう観測者の視点ですから、どう見てるかだけですよね。ただの個性だから、だからそれをやっぱみんな自分で決めて書いて、ここの世に生まれてきたんだっていうことに気づいていただくためのものと思ってるんですよ。例えば、僕は身長163センチで、りょうさん180。185.3 で今でも伸びてるけど、今でも伸びてるんですけど、ただこの身長が僕低いで、ね、あっち高いですね。高いっていうのは特徴であって、それがいいか悪いかっていうと、今日昼間行ったところで、りょうさん頭を打つようなところがあったんですよ。僕、超へっちゃらで163しかないから。だからそれをいいと見るか悪いと見るか一通りで、ただ特徴、それは特徴です。じゃあ数値も特徴で、いい悪いっていうのは何もない。何もない。いいですか、今ここまで言った先生が後で11、22、33はどうしようもないって言いますか。ここまで数字に何のあれもないって言った先生がですよ、11と22と33はどうしようもないって言いますか。どうしようもないって言いませんよ。変な人っていう。じゃあ、これ僕がそれが分かって、はい、で、それでね、はい、一番伝えたいとこなんですけど、はい、ね、皆さんね、さっきも言ったみたいに、もうすぐ、水野さん誕生日じゃないですか。で、その誕生日が実はです、ね、こちらまで。実はですね、こういうものがございまして。近づけてもいいですか、僕は。ちょっと近づけてもらっていいですか。これ、ライフフローチャートって言うんですけども。はい。これ先生がお作りの。そう、僕が。これ買えますか、本屋さんの。いや、これはね、本屋で、本屋さんで載ってるのはこの本に、一応載ってます。このライフフローチャート。はい。これで何が先生わかりますか。これ人生の周期表なんですよ。はい。その自分の人生のバイオリズムみたいなのが書かれてて。バイオリズム。はい。で、これはその、ちっちゃい文字はこれ全部年齢なんですね。はいはいはい。年なんです。見えます。はい。何歳の頃ってことですか？そう。で、その中で、はい、この、どうしようかな。まずね、3つ大きな転換点があるっていうふうに見るんですよ。はい。人生には3つの転換点がありますね。っていうのがその、僕もそういう日ですが、はい、基本的な考え方で。結婚、浮気、離婚ですよ。この3つですよ、ね。で、その最初がですね、みつろさんの場合で言うと 28?27 から28ぐらい。長男が生まれた。あ、そうですか。28ですよね。長男が生まれました。あ、そうですか。それはね、みつろさんにとってめちゃくちゃでかいんですよ。でかい。結婚よりもでかいの。結婚が26だから、じゃあ長男が生まれたことがでかい。そうです。結婚ももちろん大きいんですけども、みつろさんにとっては子供さんが生まれたっていうのはめちゃくちゃでかいはずなんですよ。人生の中ですごく大きな。はい、っていうふうに今見るんですね。はい、で、次の、はい、それがね、ここなんです、この第4ステージの1っていうところがこれ20、
なんで僕が28かっていうと、ここに28って書いてあるじゃないですか。はい、はい、書いてます、ね。だから この28歳っていうのは一つの大きな転機。はい。一つ目の転機。はい。で、二つ目の転機がですね、この第五ステージっていうところの、はい、ちょっと見にくいかな、第五ステージっていうところの5変化の年っていうのがあるんですけど、はい、これがもうこの1から81まででこう完結するっていうのがあるんですよ。ちょっと僕たちこれ見えてないからちょっと大きくしますね、皆さん。ここに1歳から皆さんこういうふうになってました。1,2,3,4,5,6,7,8,9歳。で、次の10、次が宿命期の第2ステージで10、11、12、13、14、15、16。これは皆さんによって配置してる数値が違う。違うんです。例えば、運命数5の方を見ると、ここからだって始まってます、5から。そうそう、だから、こういうのがずれていくんですね。で、僕の、今9の数字を見てますけど、9はここスタートなんで、1からちょうど綺麗に9まで並ぶような数字。で、その中で一番大事だと先生がおっしゃったのが、運命期のこの一番最初の数字の28という28歳が大事。一つ目。はい。で、次は先生。で、二つ目の転機がその第5ステージの5。要は1から81のちょうど真ん中が、はい、水尾さんの場合で41歳です。今あ、じゃあ来年あいや、来年じゃない。今年。もうすぐ。まだ短縮来てない。もうすぐなる。はい。そう。もうすぐなる。えそこなんですよ。持ってるってことですね。すごくない？すごいですね。だってその例を今日聞いて、2週間後で僕誕生日。そうなんですよ。何ですかこの仕組んだけど。そのためにすれ違ったんです。すれ違ったのか話さなかったですよ、ちゃんと。いやもう絶対そうですよ。これを聞きに来たんですか、僕。これを聞きに来たんだ。パソコン入っちゃったと思ってた。これ今皆さんの配信してるそこのパソコンを今回買いに来たんですけども、でもセットセット、でも絶対そうです。それをこの10日前ぐらいに聞くっていうのはね、これめちゃくちゃ大きなことなんですよ。今そうですね、誕生日15日ぐらい前だから、ね、いやもうここ僕じゃ41歳に、でちなみにですけども、はい、天下は吉野に、うん、リリーさんっていう素晴らしいまあ、能力者さんがいて、奈良県警の捜査協力とかしてる方なんですけど、行方不明者じゃない。その方にも、41歳の時に何か大きなものをつかみますって言われていて。そう。すごいね。まあ、それが、出した本じゃないかって言われていて、でも今僕が今、ね、皆さんこれ何回も言うんですけど、僕は1月から原稿を抱えて、逃避行していて、1月までに提出しないといけないバシャロンの原稿を、なんか先生もうどうしようもなくて、僕、本当に今6ヶ月逃避行していて、で、ボイス出版の大森社長がいい人なんで、はいはい、待ちますよって言うから、本当に言葉に甘えて、僕弱く出る人に強く出るタイプなんで、性格が。すごい逃避行してるんですよ。逃避行してる理由が、はい、コロナの時は僕人に会っていろいろ会えてたんですよ、はいはいはい。でも今イベントがないから、うん、一人で家でこうパソコンカタカタ本を書く性格じゃないですね。そうですね。3番だからね。3番だから。お子ちゃまだから、基本的に。お子ちゃまだから、ね。基本はちょお子ちゃまだから。僕できなくて、はい、それで今逃避行中なんですけど、はい、例えばこんなのも皆さん、数秘術で多分先生からアドバイス。例えばそういう場合は、僕ちょっと昼間に聞いたんですけど、先生がね、皆さん見てください、今。はい、言っていいんですよね、これ。先生が今5って数字書いてあるじゃないですか。で、僕たまたま、あ、先生は5ですかとかって言ったんですけど、これ本当に先生選んできているらしくて、この数字を。そうですね。何かっていうと、先生は5という数字を今日必要だったから身につけたんです。自分自身が5を持ってらっしゃらなくて、先生は。で、5というのが人と調整したり仲良くなるというもの。で、今日5、6名と会う、会合の場があったんで、りょうさんも含めて、僕も含めて。で、初めて会う人との仲良くなるのが、先生はもともと得意じゃない。まあ、武器的にですね。得意じゃないから、そういう時はこうやって数字つけていけばいいんですって。だから僕明日ここから1、2、4、6、7、8っていう、ここに入れ墨を取っておけば俺最強になるって。これ本当にそうじゃないんですよ、これ皆さん。本当に。ない数字はここに入れ墨掘る。だから間違えて入れ墨で33って掘ってるやつなんで、もう本当に先生あるんですよ。33は変態じゃない。変態です。でも変態は入れ墨はね、筆ペンの方がいいって、ね。そうなんですか。ちょっと落とせるから。今回した時は落とせる。先生はそうやって5、自分に足りない数字を今ここで皆さん補ってるんです。です。これでいいんですって。そうです。これ分かりやすかったですね。そうです。だから僕今3と6と9しか、うん、3と9しか持ってないから、僕は、いいですか、皆さんは多分3つ持ってるんですよ、普通は数字を。普通は3つ持ってる。はい。まあ、たまには999って人もいて、いるけど、それは1個しか持ってないけども、はい、僕は人よりも1個少ないから武器が足りてないんですよ。武器が足りてないのにこんなによく頑張ったと思いません？皆さん3つの武器で戦ってるのか、僕2つの武器でここまで勝ち上がってきたんですよ。わかります？あ、なんでしてくれてます。すごいありがたいですよ。で、まあ、とにかくそれ足りない人じゃこうやって補う。ごめんなさい、今途中でしたけど、じゃあ41歳で僕は転換点。ここはでかいです。
これはどういうふうに捉えればいいんですか？何をすればいいんですか？やっぱりね、はい、なんか人生の後半性、いわゆるその折り返し地点なんです、ここ。82で死ぬ？いや、まあ、死ぬかどうかわかんないですけども、一応 9×9 の81年で、その人生が完結するっていうのが筋の基本考え方なんですよ。あ、じゃあ、それも本当にちょうどぴったり、6月30日もぴったり半年。そうで、ちょうどぴったりだし、もうまさにその、この、確定しました。僕82で死にますよ、ね。まあ、一周目のね。一周目。だからその二周目のまた。164かもしれないけど。かもしれないけども、とにかくその。絶対ないですよね。ありえないです。ありえないですけど。でも41年今僕は後半が始まった。そうです。あ、始まったね。始まるんです。ここから。今じゃあ逆に40歳っていうのは、前半期の今総仕上げ。総仕上げの時僕逃避行してるってことは、前半の総仕上げが逃げるような人生だったという、あの先生。そういうことじゃないですけど、だから、例えば今書こうとしてるものが、もう前半戦の総仕上げの本になるかもしれない。誕生日までに書き切ればですよね。いやいや、別にね、それはね、誕生日までに書き切らなくてもいいんだけども、はい、もう、それはだってほら、最初に来てる話でしょ？あ、そうです。もともとあった話。もともとあった話だから、新たに出た話じゃないから。それが総仕上げ。そう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 。でも、ここから新たに始まるものは全く違う展開っていうのは十分あり得る。じゃあ僕次エロ本出す可能性ありますね。か、あるある。全然あります。今までと全然違う。はい。なぜか本が好きなんですね、やっぱり。あ、いや、わかんないですけど、自分の思考の狭さに今とっても愕然とした。本から出られない。今回本当悲しかったけど。じゃあ、次僕のストリップ劇場とかを開く可能性もある。ああ、もちろん。変化がある。もちろん。そういうことです。なるほど。それぐらいね、劇的な変化があって、おかしくないタイミングに来てるって感じです。楽しみ。本当に。絶対に意地でも怖いとは言わないから。楽しみしかないですよね。これは。そうです。いや、だから、ここは、で、しかもその、まあ、三郎さんの場合で言えば、やっぱり99だから、僕のイメージとしてはですね、もちろんその本を書いて皆さんのに考え方を啓蒙するっていうのもすごくいい、なんか旧的生き方だけども、旧的生き方って言うんですよ、皆さん。もっと旧って言えばやっぱりこう、なんだろう、世界をなんか繋いでいくっていうか変えていくっていうか、本当に。僕今活動してるステージちょっと狭い。日本語でしかだって今戦ってないから。ああ、そういうこともそうなんですよ。それをじゃあ世界にも。世界に広げるとか、やっぱりその世界を平らかにしていく。ような活動。まあ、どっちかというと、本当になんか、社会奉仕活動的な感じに、こう、転換していくっていうような、そういう時期に来てるっていう感じです。本当に。これが本当すごいのは、皆さん、僕、小学生ぐらいの時から、はい。小学生の時とか、占いとか何の興味もないんですけど、うん、そのぐらいから、あなたは最終的に、子供たちに対するボランティア活動をしますって言われて、うん、で大学生の頃に、誰に言われたんですか？いろんな占い師みたいな人たちって、例の言ったとかに。でも、その度に、ま、その当時だったらバンドをしていて、ボランティアなんて絶対しないと思ってるし、うん、何言ってるか分かんない状態だったんですよ。はい、でも、なんか毎回こう言われるんですよ。なんか、将来的にあなたはボランティアをする人で子供たちの活動をしますとか言われるために、今やってる活動から全く遠いから、うん、絶対それないですよと思ってるけど、もうそうなってる。いや、そうなってます。それがね、最終的な天命に、やっぱすごい現れてるんですよね。これ3はやっぱり子供に帰るっていうような意味もあるし、うん、やっぱり子供のためにとか、うん、子供を助けるとかいうのはすごくやっぱ合ってる。うん、ここは。だからそういうの聞くとやっぱ面白いね。面白いですね。でもなんか。なんか、今のところその目はないですけどね。ね、別にね、今すぐしなくていいんです。もう目がない、うん。今すぐしなくてもいいけども、なんかそっち側にこう、舵を切るっていうか、方向性をちょっと変えるっていうか、軸足を変えるだけでも全然違うから。この、今363名が見てますけど、はい、僕が7月1日に、子供のための絵本っていう本出したらみんな大笑いですよね。こいつ確実にこの占い通りに当ててきやがったみたいな。言われたなみたいな。とても恥ずかしいみたいな。子供のための。そう、しょうがない。俺たち何年出したかみたいな。俺たち知ってるぞみたいな。いや、恥ずかしいみたいな。なんか、本当に転換点だから、ちょっとその舵を切るっていうのはね、すごく大事なんです、ね。あ、じゃあ今までと同じことしない方がいいですか？そう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 。そう。本当にそうですよ。
ここはね、もう。でもやっぱり人間不思議ですね。やっぱ、そう言われると怖いですね。今までと同じことをすることによって、エゴとか自我って、まあ安定機能があって、脳の中には、ヒューマンブレインは、もしも同じことを繰り返すってことに対する安心感するから、今やっぱ言われて、新しいことをするっていうと、別に今大した稼いじゃないんですけど、なんか勝手に他にいろんな、今日、りょうさんの話で僕、愕然としたのが、僕に対するイメージが結構、もうちょっとお金を僕、稼いでやる。全然そこに達してないぐらいしか稼いでないんですよ。でも、だからそれ怖いですよね。今、なんか、今まで稼げてないくせに、なんとなく安定してると思い込んでるから。なるほど。なんか今言われたら、次何しようとか、いや、ほんとストリック劇場で、俺本当にやっていけるのかなって今ちょっと思っちゃって。なるほど。いや、これが。ちょっとやっぱ土地探さないと。土地探さないと。結構、あの山の前に。山の前に。マジか。ちょっと怖いけど、じゃあもうちょっと違うことした方がいいですね。そうですね。なんかちょっとね、軸足をずらすっていうことだけ意識してるだけの時間違う。ちょっとフォームをちょっと変える。軸足をずらす。うん、本当に、やっぱりね、このタイミングで聞いてるって絶対偶然じゃないから。うん、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。本当にね、神の計らいですよ。ありがとうございます。間違いないですよ。すごい、僕帰ってきてこれ見ても、ちょっとめちゃくちゃびっくりしました。ああ、こう当たってるから、あまりは。当たってるっていうか、このタイミングで会うんだと思って。あ、転換点で別にそうか、先生に会えない人もいるから。いや、もちろんそうです。皆さんは会えない。それは知らなかった。そうか、転換点で会えた。そう、いや、こんな。だから、そういう意味ではね、皆さんね、本当にこの、今年のお誕生日は、佐藤瑞郎さん、本当に大事なお誕生日だから、ぜひお祝いしてあげてください。もう、もう、嬉しい。そこ、そこ、アマゾンで。そうですね。今ね、めっちゃ嬉しくなった先生、ありがとうございますね。いや、もう。なんか、そんな言ってくれて今、めっちゃ泣きそう。いや、ね、俺の誕生日を祝った人は一人ずつ幸せになるって今言ってる。いや、そういうことなくて今。本当に。祝った料理でね。祝った料理で。だから、僕に1万円見つけた人は1万円以上の幸せが来るし。もちろんですよ。ひょっとすると100万とか。いや、もう、いや、もちろんですよ。あのね、僕、ちょっと言ってもいい？ちょっと熱く語ってもいい？天才ですよ、この人。なんかすごい。本当に。初対面なのに天才。いやいやいや、本当に天才だと思う、僕。ね、こういう業界を僕もう25年ぐらいやってるんですけど、急にありがとうございます。たくさんの本も読んでますけど、いや、もう天才です。僕の本を実は読んでくれてるんで、実はじゃあ、めっちゃ読んでますよ。うん、200万部超える。だから、大ベストセラー作家さん。まあ、20万部だったの本も読んでいただいて。天才です。間違いないです。だから、そういう意味ではね、本当にみんなで。そう、読んだ本間違いなく僕が翡翠小太郎さんが書いてるとか、よく間違いある。大丈夫です。明日に好きだべよ。そう、あと、確認してきたから。結構あの、ありえますよ。本からに違う本。なんか、ひらがなとローだけ一緒でしたね。僕は街歩いてたら、蜜郎さんって、ここは蜜郎さんですよ、みんな。蜜郎さん、明日死ぬかもよかったですって言うんですよ。お、本当だ、先生、先生、しかもマークをしてくれてる。すごいこれ、見てください、付箋。付箋、先生、付箋貼ってくれてる。すごい。僕の本だ。ありがとうございます。今、すごい悔しいのが、僕は無料で鑑定してもらってるので、僕はこの本を買ってもらってるんで、もし、僕は悪いことしちゃったら。で、いや、もう天才っていいですか？いや、もう天才です。もう間違いないです。本当に。だからこそ、はい、なんか、今、ね、もちろんなんか、意味軸もご自身がおっしゃったけども、はい、本っていう媒体にあんまりこだわらなくてもいいかもしれないね。あ、そうなんですね。うん。なんか、いや、今の流れだと本を書いた方がいいとかならないですね。いや、まあ、本を書くのは書けるとは思うけども、わかった。先生がおっしゃってるのは皆さん、この人は僕は本を書く天才だと言われてたって勝手に今日ちっちゃくなるけど、この人は何をしても天才。そうそう。もう聞いた方がいい。そうですよ。この人は何をしても天才だから、何をしても天才な人が、例えばこう、例えば手芸業界とかで手編みしてるよりも、工業生産行けよみたいな。今そういう話してるんだよ。そういうこと。全く。お前もうそろそろユニクロぐらいのアパレル行けよみたいな。まあ、それは好きかどうかの問題はもちろんありますけどね。そういうことです。今日はいい先生を紹介してくれる。これ、薄めないで、薄めないで。薄めないか。これ、そのままで、アデルスに。そのまま。やってんじゃないの、これ。いや、いい人、いつも。ありがとうございます。あの例読んでいただいただけでも僕今嬉しかったです。そうです。もうめっちゃ面白かったですよ。めっちゃ面白かったですか？あれ僕が書いたんですよ、あの例って。天才と思いました。天才と思ったんですって、僕が書いたんですよ。すごいよ。で、僕今原稿から逃避行してる。ありがとうございます。じゃあ本にこだわらず41歳は、はい、こう、その枠を。そうですね。
先生が言ったから言いません。ごめんなさい。天才という枠を本以外の媒体でやってもいいんじゃないかと。そうです、そうです。ちなみに何かこの数字から先生、こうした方がいいんじゃないのとかっていうアドバイスもあるんですか。まあ、一つはね、やっぱりこう、もうちょっと、ストリップ小屋が一つ、もうちょっと視野を広げるっていうか。ストリップ小屋に限らず、やっぱり。そうですね。世界はやっぱりね、絶対見た方がいいと思う。はい、そうですね。世界のダンサーはやっぱちょっと、あれです、うん。ホールダンス、うん、ホールダンス。まあそうですよね。うん、あまあまあ、そこもいい。ホールダンスもいい。ホールダンスもいい。ホールダンスもいい。これ違いますよね。それポールだけ。誰も知らない。りょうさんの略が。知らないでしょ。ちょっと、りょうさん、ね、皆さんご存知、東大出てるから、ちょっと頭が良すぎて、本当にちょっと、たまに追いつかなくなる。これ、ポール・マキだったんですね。ポールダンスって僕が言ったら。ポールダンスか、ポール・マキでちょっと。ごめんなさい。ダンスになってなかった。すいません、すいません。ポール・マキか、これ。ちょっと、おっしゃる。じゃあ、3993から僕がやった方がいいのは、はい、まあ、先生のおすすめを僕教えていただければ。さっき言ったように、こう、より多くの人を、の、こう、価値観を変えていくっていうか、だから、まあ、一つはね、政治家？うん。ありあり。全然ありですよ。でも僕、細かいこと大嫌いで。いや、細かいことは秘書がやればいい話だからね。全然ありですよ。僕、あんまり、秘書とかを、に、頼れないというか、はい。人に頼れない。それはね、多分ね、本当にね、この両極なんですよ。うん、この両極だから、なんかこう、どうしても、なんか自分が出るのか、もう人に任すのかっていうのは、ものすごく、本当その通り。極端になっちゃうんですよ。もう自分がやらないことは完全にやらないけど、やることはもう100まで、だから本を書くのも、実は今、バシャールとの本で、はい、こうなってる。普通はバシャールって対談したらもう、あとは、本を書いてくれるんですよ。対談した人は対談で終わりなんですけど、僕、前回の本も対談した後、それを1から全部自分で時系列並べ直して、ジャンルごとにっていうのをやらないと気が済まないというか。まあだからね。でもそのめんどくささで今結局逃げてるっていう。そう、ね。だから両極端ですよね。そうね。だったら別に中途半端に4とか5で任せとけばいいってことです。そうです、そうです。そういう手もあるよだし。だからそれは一つ自分のスタイルをこう、なんか、崩すっていうか、次のステージに行くっていう、うん、そのきっかけになる本になるかもしれない、それも。うん。だから、なんか、そこのその範囲だけにこだわるんじゃなくて、なんかもうちょっと大きな視野で、本当に別のこと、今一番興味あるのは何ですか？やっぱ畑活なの？今、畑というか、うん、今毎日家の前に畑があって、はい、そこで、まあ、小屋作ってくれたりとかしてて、うんうん、そこら辺で草刈ってるのが一番楽しいんですよ。全然世界レベルじゃなくて、すみません。っていうかね、じゃあ、それがちゃんと自分の生活として成り立つっていうのを見せてあげるっていうのがお役目かもしれない。ああ、なるほど。草を刈って。うん。それが楽しいよって言って、それだけでちゃんと生活できてますよって、こんなに豊かだよっていうのを見せてあげるっていうのもすごい分かち合いだし。そういうことでもいいじゃんっていう。そういう生き方もあるよ、みたいなことを、やっぱりね。一方で、僕高級ホテルに泊まらないと眠れない症候群っていう病気を抱えて。だから、それ、両方 OK です。両方 OK なんですね。それを見せてあげるっていうのはすごくいいと思う。なんか、その、楽しいことをして、こう、すごく、こう、シンプルな生活もできるし、その、方や、すごく、こう、ゴージャスなものも、どっちも味わえるっていうのを見せるっていうのはね、全然ある。トイレからの帰り方が優雅すぎる。優雅すぎる。全然あり。こうやって帰ってきたよ。じゃあ、なんかまあ、とにかく変換点に今いて、はい、武器を持って、まあ、最終的にでもやっぱ政治家になるしかない。いや、そんなことはないですけど、まあでも、多分ね、政治家になるしかないんじゃないけど、多分そういう公の、多くの人を、まあ、だから助けるっていうか、サポートするっていうことが、最終的にやっぱり蜜蝋さんの、まあ、使命になると思う。で、そのさっきね、おっしゃったように、子供っていうのもすごいキーワードだから、うんうん、なんか子供を助けるような活動とかを多分されていくことになるんじゃないかなと思うけど、別に今すぐしなくてもいいからね。はい、でも、それはちゃんと意識の中に残しておいた方が僕はいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今日聞いた楽しい話をもうちょっとします。僕だけの話聞いても楽しくないと思うから、今日めっちゃ楽しいこと聞いたの。僕この携帯をね、今ね、携帯番号変えずに、これ僕今25年ぐらい使ってるのかな、うん、もう。15からだから25、26年使ってるんですね、はい。で、そしたらこの先生めっちゃ楽しいこと言って、僕の携帯番号、皆さんもそうです。携帯番号を全部足していって、
その数比も使えるっつって。だから僕は、まあ、090何何何何っていうのをこれ全部足していって、一桁にキュッて縮めるじゃないですか。そしたらこの携帯番号は4だったんですよ。その数字がですね。でそしたらこの携帯番号は4という数字が持つ、4はお堅いでしたっけ？そうです。お堅い携帯って言われたんです。皆さん、携帯がお堅いって言われたことないでしょ。こういうことじゃないよ。堅いとかそういうことじゃなくて、この携帯はもう堅いと。で、今日もう一人女性がいらっしゃって、その方の携帯は11だったんですね。で、11は、先進世界というか、この物質世界じゃないところっていう意味があるらしくて、でその方が言われてたアドバイスは、その携帯を使って、その精神世界的なものを見ればいいと。うん、てますね、そうです、はい。だけど、僕のようなお堅い携帯だから、僕はもう役所の仕事を見ればいい。そういう、そういうわけではない。そういう意味ではね、その20数年間ずっとこの。ずっとこれですよ。あ、変えた方がいいかもしれない。ええー。すごいおすすめした。はい。変換点。はい。変換点。変換点だから。もうそれは一番わかりやすい転換点だから、もう番号変えた方がいいかも。ダメなの？いや、ダメじゃないですし、別に。そんな友達もいないけど、そうなんですね。はい。いや、もう、ただもう、怖いのが、怖いのが、これね、僕、まあ皆さんに言うのは初めてなんですけども、うん、コロナが始まったので、まあ僕のせいで、実は、まあこれあんまり実は、うん、これあんまり言っては本当にいけない。武漢とか皆さん勝手に書いてきましたけど、これはほとんど僕のせいで、僕よく考えたら、コロナが始まるちょっと前に、携帯僕ずっとドコモ、それこそ二十何年ドコモだったんですよ。はい。で、そしたら、妻が、息子が中1になったので、うん、そろそろ携帯買ってあげるって言って、妻を。そしたら、ワイモバイルっていう安いのがあって、はい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 、で、それに息子の携帯を持たせてみたらめっちゃ安いと。うん、で、それパパのもやったらもっと安くなる。って言われた時に、はい、僕25年間ドコモだったけど、あ、いいかもと思って変えたんですよ。うん、そしたらコロナが起こって、うん、で、コロナの期間、僕、ごめんなさい、ワイモバイルを今ディスるわけじゃないけど、うん、僕の畑、ワイモバイル、まず、県外なんですよ。で、なんだったら僕の事務所も県外なんですよ。で、これ言うともう失礼だけど、僕、おもろ町って言って、一番、那覇の中心地だけど、県外なんですよ。で、最近、1週間くらい前に、妻と嫁と、部屋の中で県外ってどういうことかって話して、これそもそも何のために持ってんだろうねって話して、実はだからドコモに戻そうかって話してたんです。なるほど。で、今これで番号変えろって言われたら、なんかもう。僕もドコモに変えたところだ。あ、変わったところなんだ。まあ、関係ないけどね。はい、関係ないけど。もともと二十何年ドコモで、うん、ちょっと今このコロナ期間だけ終わって、だから僕がだからもう一回ドコモに戻したら皆さん戻りますからね、コロナは。そういうことですね。あ、そういうことです。僕がだから携帯を、もう本当そういうことです。携帯、僕がドコモに戻しましたっていうのと、WHO の議長さんが、パンデミックの収束宣言だと思ってもらってですか。その、英訳したら、ほぼほぼ僕がドコモにしましたって日本語ですから。これに合ってます。いや、もう合ってますね。いや、それぐらい。絶対合ってないけど。それぐらいでもね、本当にそういうこと。今僕のようなもの頭の中で、ドコモで同じ番号で戻そうと思って、それちょっと。ダメダメダメ。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 MNP は使わないってやつ。ダメ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 。よかな。楽しい。コカンちゃん楽しい話しますね、皆さん。このくらいの先生になると、先生は自分の携帯番号を選ぶときに、何の番号がいいってことをやったんです。要するに、そうです、これを足したら、6になるとか7になるとか、最初で。あれ？わかるかな？わかる。今出してくれるんですよ。選べるから。選べるから。それで、はずき先生は、ちなみに全部出すと先生の。僕は7です。7になる。はい、7が足りないとかなんですか？っていうか、まあ、7は僕のもともと持ってる数字でもあるし。これ楽しいですよ。全部の番号足して、8の桁は良くなるって言いました。あ、5が良くなる。よくなるっていうか。よく連絡の使うと。そうですね。5はすごい、連絡先が増える。全部の携帯の番号足して5になった人は、よく連絡に使ってる。で、僕は、コミュニケーション。そうそう、コミュニケーションだから。で、僕これ4だったんで、今日言われたことが、これあまり時間をかけて見ない方がいい。そうですね。オンオフをきっぱり、はっきりした方がいいって言われて、本当その通りで、僕これでいつも くだらない YouTube とか、だらだらと。ずっと一日のほとんど。それがね、僕これ3だったらそれでいいんです。その使い方で、まだ。あ、この携帯の番号は足して3だったら、だらだら見てもいいんですよ。いいよ。ゲームばっかりしててもいいよぐらい。子供だから。子供だから。でもこれが今4なばっかり。それがちょっと違うねっていう。で、先生がだったらこの携帯を使う、あんまり使わない人でしょ。だから、いや、本当に、今本当にこれ常にダラダラしてるから。で、コロナで今暇だから本当もうこれしか見たんです、毎日。昨日僕一昨日思ったことなんですけど、金持ちになったらスマホ捨てないとダメだと思うんですよ。僕は金持ちじゃないけども、金持ちになった人って、
僕これが思った理由がね、温泉に泊まってる時に金持ちっての役割の一つで、トリプルカクテルっていうか、一番上にカクテル、こう、そういう、下にどんどんお金が、豊かさが回るっていう、シャンパンタワーね。はい、経済理論があって、そういう。金持ちを金持ちにすれば、庶民にもちゃんと回ってくるよっていう、なんとかカクテルっていうあるんですよね、うん、そういう経済効果が。金持ちがスマホ持ったら、スマホって何でもできる気がするから、ゲームして、Facebook 見て何してって、お金があんまり落ちないんですよ。だから僕昨日思ったのは、ね、金持ちになったら頼むからスマホ捨ててくれと。だって金持ちが、どっか行って合流する、どっか行って、なんか遊ぶとかだけでもお金落としてくれるのに、なんでもできる気になるスマホを金持ちが持っちゃったせいで、お金回んなくなるぞって、なると思って。これでね、時間使って。これで時間潰して。お金は使わない、ね。はい、使わないと。だからお金持ちだったらスマホ捨てろ理論が僕の中で機能できたんですよ。素晴らしい。まあ、とにかく、じゃあ僕は携帯の番号を変えれば楽しいし、皆さんの、もうそれで本当に、ね、コロナは終わるかもしれないですよ。僕がコロナ終わらせれるんですって。本当に。ほら、吉田さん、5、6、7月だよ。5、6、7月、本当なんですよ。コロナだ。僕が、皆さんいいですか、今、多分小池都知事、今見て、ちょっと探してみましょう。見てる。小池都知事。俺はこっそり見てると思う。小池都知事、絶対これ、どっかに小池都知事いると思う。小池さん、ちょっと多分いると思うから。誰もわかんない。小池さん、僕が止めれそうですね、コロナと思うも。あれ、いないかな、今日は。今日ちょっと会議かもしれないな、ちょっと。今日はいいなですね。まあ、こっそり見てますよ。こっそり、コメントできない立場にある。それはそうです。そうです。こっちになって小池栄子って出たら、ちょっと恥ずかしい。好きだよ。小池栄子じゃないでしたっけ、名前何でしたっけ。ゆりか。小池栄子は違います。いや皆さんも携帯の番号を足していくことで、この楽しいって、はずき先生は自分の携帯番号を7にすることで、7はスペシャリストという意味があって、そうですね、職人という意味があるらしくて、一人自立するとか。一人で自立する。はい、そういう。僕が今原稿を持って6ヶ月間逃避行してますって話したら、7という数字があったらいいんじゃないかって先生にアドバイスいただいて、一人でやるっていう数字なんで、ね。一人でカタカタ僕はできないんですって、3を持ってる子供だから多動児のように、つい畑に行っちゃうとか、つい旅行に行っちゃうので僕はできないから、先生が今5っていう数字、自分の弱みを補うために5っていう、これを着ているように、僕も机に7とか貼ればいいんですよ。まあ、そういう問題でもないですけども、はい、でも7を意識して方がいいかもしれないですね。やればいいですね。はい、7ページとかな、そういう7という数字を意識しながらやっていく。そうです。皆さんも、ウルトラセブンとかね。シムとかそうですね。ウルトラセブンのあれ流しながらやったらいいかもしれないですね。そう。やりながらちょっと。そういう、そんなので本当にいいんです。だから皆さんも携帯番号を全部足してみて、これちょっと楽しいですね。僕、じゃあもう携帯番号変えてみようかな、もう楽しい。いや、もうすごいおすすめしたい、僕。だって二十何年使ってるから、本当に。マジで。15個。アハオまで行きますか。アハオ。アハオ、どこもね、安いやつにしようかな。ですね。まあ、そのキャリアは僕の場合はどっちでもいいんだけど。キャリアは番号は本当に変えた方がいいと思う。それを聞くために多分来てると思う。今日。来ました。今日僕が来たのは、僕の携帯番号を変えるために来たって。いや、もう、ナンバーポータビリティ制度にもう真っ向から反対してるんですよ、本当に。もう、変えた方がいいと思う。もう、それでコロナ収まるかもしれないです。本当に。聞きましたか？日本のコロナ収まるんで、僕の携帯。日本のコロナじゃないですよ。世界、9は世界とか。そうです。イチローさんのせいだからね。そう。やばいっすよ。俺、表彰される可能性ある。せいになるかおかげになるかも。ですね。まあ、だいぶ先の話になると思うけどね。いや、じゃあ変えます。いや、もう来週変えます。決めましたけど。はい。じゃあ、皆さんもそういうのを利用してもらって。で、先生、残りのいろいろ数字も教えてください。僕のせいで今3と、9しか説明してないんですけども。はい。はい。りょうさん、例えば。りょうさんが今持ってる数字が。1からじゃなくていい。え？ 1 から順番じゃなくて大丈夫です。1からっていうのはです。いや、りょうさんので、やりながらやった方が多分。そうです。3つの数字を教えてもらえば、りょうさん。あ、僕ですか。はい。それ今書いてくれてる。その個人情報なんで。あ、ダメです。もう書いてますね。書いてます。個人情報勝手に書かれてます。なんか先生は自分の中で趣味があって、こう、その人を見て、あ、この人絶対339だな、みたいなのが分かって、で、その後、実際にその人の誕生日をネットで調べて、チェックすると、あ、ちなみに先生、僕の本読んでいただいてるってことは、はい、僕もなんかネットで誕生日調べ、ネットで誕生日出てない。誕生日は出てないと思いますよ。出してる。出てなかったと思います。うん、出てなかったんで、それこそ僕らは、そのなんか、道田さん、なんか、三学期じゃないのとかいう話はしてました。無邪気。人を笑わせる。そう。エンタメで。僕はお教えしました。ああ、なるほど。無許可です。ええ、もうみんなに知ってほしいですよ。りょうさんはりょうさんは、はい。
高島亮さんは、小林正寛先生っていう、すごい作家さんで、すごい方がいて、その方の師範代、唯一の師範代さんなんですけども、8331。結構持ってますね、でも。はい、4つ持ってる。そうですね。うん、僕、2つしか武器ない。まあ、ただ、この33っていうのは、足すと6だから、もう6の要素はもともと持ってるっていうふうに、まあ見るんですけど、ね。先生、もう一回僕が言って。これが生まれながらに努力しないで、持たされてる数字。はい、じゃあ、8は先生何でしょう？はい、8はね、これ、無限大のマークなんで。そうですね、はい、拡大するエネルギーなんですよ。だからもう、本当に、生まれながらに努力しないで量産ができるのは、投資信託ということです。うんそれがいいですか？だって今の話。やってなかったな、まだ。ですよね。でも今の話は絶対そうですよ。みんなそう思ってますよ。投資信託。無限大に増やせる。基本的にね、8番さんってね、なんかこう、チームリーダーとか、キャプテンとか、現場でやる人なんだ。現場の人。現場の人。現場監督。店長みたいな。店長、うん。で、やっぱりね、すごいこう、ファイターなんです。基本的に。戦う人。うん。なんか、生み出していくっていうか、うん、みんなで、ね、頑張っていこうぜみたいな風に。あ、リーダー。引っ張っていく。引っ張る。牽引者。いや、いや、あ、熱い人。熱い人。でもね、1と8はね、全然違って、1はこう、本当に引っ張っていく、自分が先頭に立っていくんですけど、はい、8はだから、チームのリーダーだから、はい、中でやる人なんです。1はなんかこう、ちょっと監督みたいな立場。はい。はいなんですよ。オーナーと。そこの立場の違いが全部あるんですけど。現場監督って1がオーナーぐらい。まあそんな感じですね。イメージ。りょうさんは生まれながらに持ってる武器が先生、現場監督。もう一度言いますと、ここは努力しないでも手に入れている武器。もう皆さん何もしないでここは手に入れるんですよ。で、ここは努力しないと手に入れられない武器。これが、自分が勝手にないと思い込んでいる才能。そうです、そうです。で、りょうさんは生まれたと同時にもう現場監督ができる。今まで現場監督されたことは現場監督はね。野球部の時、キャプテンだったの。野球部の時は声出し。それ合ってるんですか？じゃあ暑いからね。暑いから、合ってます。声出しで。声出しで野球人がね、やっぱりね、8番の人って本当にね、集まってくるんですよ、勝手に。あ、周りに人が集まってきてる。本当に。そういう人なんですよ。だから逆に言えば、携帯電話番号を皆さん変えるときに、全部足して8にすれば。あ、まあ8はね、基本ね、ビジネスにもすごく、人も集まってくる。人も集まってくる。お金も集まってくる。僕ちょっと分かったんですけど、葉月先生は、東証一部の上場企業の全員の誕生日やったら、1と10が多かったって言いましたね。はい、生まれなきゃ生は、はい。僕思ったんですけども、うん、オレオレ詐欺の携帯番号、大体8ですよ、多分。だって8で、うん、人を集めて、無限で増やすって言われる。そうね。多分足してったら8だ。俺そういう電話かけてないから。かけてないから。ちょっと悪いことで、さらにもう一個今気づいたんですけど、はい、僕携帯番号変えて、また結局トータルが4になったら何の意味もないってこと。そうそうそう。当たり前に今危なかったんだけど、本当聞いたら危ないよ、絶対。今本当危なかった。ただ、番号変えるだけで、いや、本当思ってた。で、僕のようなものだと、多分用意引いてた可能性あるから。そうそうそう。変えればいいと思うんじゃないか。ごめんなさい。ちょっと今、りょうさんの番だけど、僕何の番号の方がいいですか？いや、今で聞いとけば。そうそうそう。どこのショップに行って、だって選べるんですよ。どういきますか？まあ、3に行くか9に行くかです。その2択。だって持ってる武器ですよ。いや、それがやっぱり一番、強い武器だから、もう、こういう補う、いや、こうじゃない。補うのももちろんありなんですよ。補うのもありなんですけども、今のその蜜蝋さんの立場を考えると、うんまあ、どっちかにした方がいいし、でもこのタイミングだったら僕がおすすめするのは全部足して9ですね。間違いなく。じゃあ、トータル9になるように。はい。くれぐれも4は買わないように。4は買っちゃダメです。同じですもん。はい。じゃあ、ごめんなさい。りょうさんは生まれながらにこれ。じゃあ、先生33を教えてください。ここからですよ、皆さん、はい。11、22、33だけ特別ルールだと言いました。要するに、だって24だったら足して6にするし、25だったら7にするし、先生。18だったら9にするのに、なぜか11、22、33だけは特別ルールがあるそうです。はい。そうなんです。で、その、特にその33ね、まあ、りょうさんの33なんですけども、はい、これはね、1900年代の後半にしか、まあ、なんか、生まれない数字なんです。これが楽しかったんですよ、皆さん。もうごめんなさい、先に僕言いますね、話がね。33ってある意味変態なんですって。で、まあ、変態って悪い、いいじゃなくて、すごい突出してるって意味でしょうね、人と比べて。で、その33って変態が、2000何年っていうこの足し算上、もう何年以降は生まれないっていう日付があって、先生いつ以降でしたっけ ?2000 年代に入ると、はい、もう、33にはならない。わかりますか ?1999 年は足していけばある程度33に近づけれるじゃないですか。そうそうそう1999だから。でもこれが2000年に変わった瞬間に、2、0だからね。30、
2000年っていうのは2と0だから2しかないじゃないですか、今ここで。で、一番大きい数字が11月29日って言いましたっけ？9月29日。9月29日と2を足しても33には全然届かないんですよ。そうです。だから2000年になった瞬間に変態がもう生まれなくなったんですって。そうなんですよ。これ、じゃあどう落とし前取ってくれるんだと。俺の周りには2000年以上、ね、2000年よりも若いやつで変態だらけだぞって言ったら先生がおっしゃったのが、なんと、時代がもうそれを変態と見ないという。そうです。もう、だからみんなが変態になる。みんなが変態になるから、今までは変態だと、要するに1999年まで高島亮さんはちょっと苦しい思いをされたけども、2000年以降はもう変態が生まれないっていう数比上になっちゃうから、それは要するに変態が当たり前の世の中になった。そうです、そうです。そういうこと。あれが2000年問題だったかもしれないですね。そうかもしれない。変態がもう標準。そう。ベースになる。じゃあ、33という数字を持っている皆さんは、意外と自分の人生を振り返ると、2000年前までは白い目で見られたけども、2000年以降は、それが能力だっていうふうに自分で捉えることができたかもしれない。そうそうそう。まあまあ、まさにその通り。で、それを気づかないと、やっぱり今も生きづらいままなんです。自分で気づくんだ。そうそうそう。自分の能力を変態だと。いや、変態。私はちょっとおかしい。はい、要は大変人って言ってるんですけどね。11は、小変人で。はい、22は中変人で、33は大変人っていう、小中大、そういう、こう、三段活用なんですけどね。いや、これが先生、りょうさんは努力して手に入れるんですけども、りょうさんはどうですか、今手に入れて。もう入れてますね、間違いなく。そう、ここが楽しくて、先生見たら、この人は今この武器を手に入れてるかどうか、または生まれながらの使える武器を使ってるかどうかも分かる。分かりますね。はい。でも、翻って、僕は、例えば399ですけども、はい、これを、じゃあ、普段の生活で3を使って、笑顔を死んでるんで使ってなくて。死んでる。まあまあまあ。で、僕は9はもう手に入れてますか、先生。今ね、だから、僕から見ると、9は全然手に入れてるけど、やっぱりね、三つ郎さん、ここも9だから、こんなんじゃダメって絶対思って、自らね、思ってるって。絶対思ってる。周囲から見ると9という武器を手に入れてるのに。入れてるじゃんって。これから手に入れたい武器も9なもんで、勝手に、さっき言ったメガネで、メガネかけてもメガネ。だから僕、まあ昼間も同じこと言いましたけども、本の中では、あるもの探しゲームって言って、うん、もう身の回りにあるものを探しましょうと、うん、ないものねだるのはやめましょうって言いながら、うん、一番ないものねだりしてるんですよ、皆さん。かもしれない、ね。9をガン持ちしてるのに9を探してる。そうかもしれない。りょうさんはもうすでに変態をちゃんと認めてる。認めてる。いや、ここに33がある皆さんは、もう自分が変態だと認めれば、能力が発揮できます。そうですね。33、これね、ちょっとその、うちの、こう、テキストなんですけど、ここにその、数字別にちょっと有名人も、こう、バーっと上げてるんですよ。はい、33の人がバーっとこう、ちょっと僕が近づけてるんですけど、はい、大変人の皆さんです。面白い人いっぱいいますよ、ここ。アインシュタインさんとかも33なんですよ。斎藤ひとりさんとかもいらっしゃるし、さっきの小林正観さんとかもいらっしゃるし、井上陽水、福山、そうそう、福山雅治さんとかね。福山雅治。このページだけじゃなくて、中川翔子。そう、翔子さんとか。伊達政宗。カズレーサーとかね、もう今、本当に彼33だとすごい思う。僕、テレビをちょっと見てないから、有名人なんですね。そう。羽生結弦さん、ね。あ、そうそうそう。羽生結弦さん。ちなみに、ね。結構言いますね、変態。うん。ちなみにね、フィギュアスケートはずっと今ね、オリンピックはね、33の人がね、金メダル取ってるんですよ。すごくね。はい、33変態で人、ほら、だから劣ってるんですよ、今では。こういう傾向を見てると楽しいですね。当初、一部上場はみんな1だとか、フィギュアはみんな33だとか。そうなんですよ。タイガーマスクとかも33でね。面白いですよ。面白いですね。皆さんも覚えてきてましたね、ルールは。はい、手に生まれながらに持たされている、ノン努力で手に入れる武器が、現場監督が得意で、もう手に入れ、頑張れば手に入れる武器をもう、りょうさんは手に入れてますけど、変態だと自分で認めればいい。大変人、ね。いや、先生、りょうさんのこの1というのは、1はやっぱりね、まあリーダーさんなんだけど、はい、自分で引っ張っていくとか、目立つとか、はい、それはね、やっぱりりょうさんすぐ苦手かもしれないね。なるほど。そこはちょっともう一つ先生、いいですか、他の数字を知るために、多分僕の妻が、はい、それ絶対面白いですよ。多分僕とだいぶ違うと思うので、この誕生日なんですけども、あ、別に見せてもいいんですけども、4月のチャーリー・チャップリンと同じ誕生日なんですよ。おー。おー。全部出すと29ですね。これで今まで出た数字が僕の3と9で、りょうさんの8と33と1なんでね、皆さん他の数字知りたいと思うんですけど、多分僕の妻はりょうさんと僕とも違う数字をいっぱい持ってるんじゃないかなと、なんとなく。
あ、いや、だから持ってるやん、そうだ。なんか僕の妻、来ますか。いいですか、見せても。はい、どうぞ。なんか僕の妻、思いっきりセブンイレブンいい気分だった。合ってますね、セブンイレブンです。はい。これは、ちなみにあんまりいないんです。うわぁ、これまた面白いね。面白いですか。めちゃくちゃ面白い。その人と僕が婚姻関係にあるっていうのも面白いです。いや、もうそう、それが面白い。あ、それが面白い。それが面白い。うん、あの、まあ、な、7って、はい、あの、まず、職人っておっしゃってました、ね。そうそう、職人なんだけど、はい、その、斜めの矢印なんですよ。7。はい、そうですね。矢印がこう、形が斜めになってる矢印っていうふうに、その数比で読んでますね。はい、1はまっすぐ上に向いてる矢印で、はいはい、7は斜めに向いてる。はい、だから、その天の尺。へぇ、うん、いや、人と違うこととか、その自分の世界を追い求めるみたいな。普通の方ですか？そう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 。だから、自分のその、なんていうかな、こう、スタイルすごいある人なんです。本来は。本来は。生まれ持ったもんね。生まれ持ったもん。だからそれが、その家庭の中でどこまで出せてるかちょっとよくわからないけども、うんうん、本当はすごくなんかちっちゃいなところにこだわりが結構ある人なんですよ。あるはずなんです。はいはい、でそれが彼女のすごい良さなんですね。でそれがもうその職人の数字なんですけども、はい、で、彼女は1111ってこのまた後ろダブル2つなんですよ。はい、これ、三郎さんとも被ってるね。399とか。だから、その9とまた11もね、これまた微妙な関係なんですよ。あんまり良くない。良くなくはないけど、11っていうのは2本の矢印っていう意味なのね。はいはい。だから、左脳でも右脳でも、直感でも、理論でも、メッセージを受け取れる人っていうふうに見るんですよ。で、11は神官巫女の数字なんですね。はいはい。今風に言うとチャネラーの数字なんですけど。チャネリングできるんだ。そうです。チャネリングですから。実はできてるんだけども、はい、その、チャネリングしなきゃと思って。そうです、そうです。もっとチャネリング、チャネリングがこんなもんじゃないわ、みたいな。できてるくせに。できてるくせに。いや、直感とかひらめきとかあるんだけど、いや、こんなの直感とは言わないわ。これぐらいでその、チャネリングなんてちゃんちゃらおかしいわ、みたいな風に思ってるかもしれない。こういう見方、すみません。これ持ってるのに持ってないから、チャネリングできてるのにちゃんちゃらおかしい。僕は、Q で、人のためにやってるのに、ちゃんちゃらこんなもんじゃないと。どう考えても僕大変ですよね。大変です。人のために頑張ってるのに、こんなもんじゃないって自分にノリマ貸すのと、チャネリングできてるのにできてないのじゃ、ちょっと大変さが。いや、まあ、それはね、比べられるもんじゃないです、それは、ね。まあ、じゃあそんな性格だと今。あの、すごいね、スピリチュアルな方ですよ、奥さん。だからそこがそんなこと、そうなんですね。本当に。うん。そうでしょ。そうなんですよ。すごいスピリチュアルな人。でもそれは彼女の中で当たり前だから、当たり前なんですよ。だからあえて言うことではない。なるほど。当たり前にできてる。もうそんなの当たり前じゃんみたいな、はい。なんでわざわざそんなことを、なんか本にしてるのみたいな感じになってるかもしれない。ああ、なるほど。僕の本に書いてあること全部できてるから、そうわざわざ読む必要ないよとか。当たり前じゃん、そんなの。最初から分かってるじゃん。なんでそんなわざわざそれが面白い本にする必要あるのみたいなふうに思ってるかもしれない。可能性ありますね。うん。わかりました。先生、今、まあ、これで、8、7、3、9が出ました。じゃあね、皆さんも他にも1も出たんで、他に知りたいところがまず2だと思います。先生、2はどういった？ 2 はね、だから1に対して2なんです。例えば、2を最初に持っている分かりやすい誰かいます？ね、最初に持ってる。生まれながらに2を持ってる。2は、有名人。はい。誰でもわかる。わかりやすいので言うと、まあ、僕は、よく話するんですけど、今の上皇后様。上皇后美智子様。美智子様って20日前なんですよ。おー、じゃあ2ですね。うん、まあ、彼女っていうか、その上皇后様が一番わかりやすい2の、まあ、サンプルかもしれない。どういう感じですか？いわゆるもう完全に女性性で一歩下がって、前には絶対出ないっていう。ですって、皆さん。2の人はじゃあ前には出ない。後ろから支える裏方。はい、サポーターです。じゃあ僕、待ってください。僕、秘書雇った方がいいって言ったら、2雇った方がいいですか？あ、違う。またその違う。いや、まあ、もちろんね、それは、2は秘書的要素のある人であることは間違いないんだけども、それはね、蜜蝋さんの場合、その、何をしてもらいたいのかっていう、その秘書さんに求めるスキルによって、やっぱ数字が変わるんです。だから2だから絶対いいっていう話では全然ないんですよ。うん、ただ2の性格としては一歩引いて、そうです。前に出ないで。前に出ないで支えていく。裏方が縁の下の力持ちです。で、3はもうやりましたね。4がお堅い。4は堅い。きちんとした人。きちんとした人。かっちりした人。生まれながらに最初に4がある人は、もう経理部長とかになった方がいいぐらいな。まあ、なった方がいいっていうか、それが普通にできます。経理が普通にできる人で、うん。でね、続けられる人です。あ、僕絶対。継続できる人。4番さんって。
だからそれはね、今の社会で言うと、その継続できるっていうことがあんまり評価されてないから、うん、自分の価値をね、分かってない人がすごい多い。あ、じゃあ今4の人苦しんでますね。苦しんでると思う。いや、あなたね、続けられるっていうのは素晴らしい才能なんだっていうのをなんか本当に気づいてほしい。4の皆さんよかったですね。本当にそんなことやりました。じゃあ5が ?5 はコミュニケーターです。人と人とをつなぐ人。ああ、さっき言ってましたね。自由人の人。はい、自由人です。はい。じゃあ、で、6は、まあ、さっきも出たかもしれないけど、要は先生なんですよ。子供を産み、育み、育てるっていうのが6の形なんですよ。妊婦さん。妊婦さん。はい。6という形が皆さんお腹が膨らんでるので、妊婦さんだそうです、はい。新しい命を抱えて守ってるっていう感じなんで、だから先生とか教師とか教える人、奉仕する人っていうことになります。で、はい、今が6まで来たのに、7が ?7 がさっき言いましたよね。2は斜めの矢印なんで、職人さんの数字。ああ、そうですね、職人さん。はい。自分の我が道を行く。ちょっとこう甘のじゃ。これだから、ひょっとしたら人間国宝の誕生日をみんなで調べたら、そうかもしれない。一桁目に7が来る。ちなみに、一郎さんは7なんですよ。ああ、職人ですもんね。そうそう。めちゃくちゃわかりやすい、もう職人のスタイルいかにも職人です。はい。はあ、これ、8が先生。8がだから。8が出たかな、今。うん。りょうさん、まあ、現場監督。そうそう、現場監督。はい、ファイターです。みんなでやろうぜ、みたいな。熱い人。ずっとね、マグロみたいに回遊魚。まあ、8はね、絶対忙しいんですよ。八の人は忙しい。忙しい。皆さんやっぱり忙しいです。はい、もうじーっとしてられないの。生まれながらに忙しい。はい、これで全部出ましたね。だいたい出ましたね。一問。あ、はい。なので今日の、僕が葉月先生で、皆さんにお伝えしたかったことが、生まれ、まず誕生日を全部足すだけですよと。で、全部足した数字が真ん中に来ますよと。で、それが、努力して手に入れる武器ですよと。で、一桁万が自分の日付が来ますよと。足したやつですね。これは生まれながらにも、ノン努力でできる。だから僕はノン努力で人を笑わせられますよ。で、これが、ないと思い込んでいる才能。そうですね、追い求めている、そうです背中みたいなものですね。その武器です。それが、月と日を足せばここになるそうです。皆さん、これ、葉月先生のですね、例えば、今、一番新しい本先生、これでいいですか？まあまあ、これが多分一番 まとまってるんですけどね。一番まとまってるんです、はい、これ。366日の誕生日が前書と、ね。やり方も書いてますか西暦も含めて。はい、まあ、ちなみにね、この本はちょっと絶版になったんで、今僕、この本の最新版を書いてるんです。今年の10月ぐらいに出る予定です。逃げたりは先生はしない？僕は大丈夫です。原稿抱えてスノーボードに行ったりはしない。もう7番ですから。はい、7番です。これが7番です。はい、こうやって今日僕昼間に習ったばっかりなのに7番だから何とかって会話ができるようになったことなんですよ。たった3時間ぐらいで皆さんこんなすごい先生いないじゃないですか。7番だから原稿を持ち逃げしない。はい、3番、9番だから。持ち逃げじゃん。会話しちゃう。もうそもそも原稿ないから。逃げてるだけね。確かに。これを買えば皆さん全部書いてますよ、そのことが。ぜひ。はい。よかったら、ありがとうございます。はい。今日はですね、葉月光栄さん、たまたまお会いできたので、今日本当はだって現場に来る予定なかったんですよ、ね。そうです。たまたま本当にお会いできて、今日葉月先生から僕へのアドバイスは、とにかくお前へのアドバイスは一つだと、電話番号変えろ。はい。もうそれが一番です。その全部のトータルが絶対4にならないようにしろって言われたんで、9がいい。それだけ。9がいいでしょ。9がいい。忘れてた。9がいいんですか。はい、そう。全部足すと9がいいと。33とかじゃなくてもいいですよ。9ですか？もう33、やめといたわけじゃん。33、変態の携帯の人いますか？33の携帯だと、ちなみにどうなる予想か。いや、もう、なんか、変えた方がいいと思います。33の携帯を変えた方がいい。33の携帯変えた方がいいと思う。すごいな。携帯になっちゃいます。ああ、携帯が、ね。携帯が、携帯になっちゃいます。はい。わかりました。ということで皆さん今日は楽しい話を、はい、僕の方からシェアしました。シェアした僕がすごいと思います。はい、天才です。はい、僕天才って言われましたよ。はい、もう一回だけあれ先生見せてもらっていいですか？2冊。はい。僕お会いしたことなかったのに、巧妙な先生が僕の本2冊とも買ってくれていて、こんなにまでやってくれてるの。これが職人先生7、7本。そうですね。カバーだけじゃないですからね。中身、筒井小太郎さんの本じゃないですか。中身も佐藤光郎が書いてあります。すごい。はい。まあ皆さん、じゃあ、この本を買えばもう一発でわかりますから、ぜひ買って。で、先生、インターネットで、葉月光栄さんということで知らない。まだ、本屋さんに行けば、僕に佐藤光郎っていうタブコーナーないけど、先生はね、ちゃんと、葉月光栄っていうコーナーが大体ありますから、大きい書店に行きます。そこにある本何でも買えば大体わかります、ね。あ、これがいいのか、これいや、まあ、はい。これが、僕もね、ブログとか、動画、YouTube で。そうそう、YouTube で、はい。はい。YouTube を見てみればわかる。はい。じゃあ、
はい。あなたにいい情報を届けたのは僕です。はい。あれ、すいません、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。